あげましたけどね。電波悪いですか？眉毛かわいいですか？かわいいでしょ。米を買いがやっぱ一番か。結局空模様めっちゃいい歌、いい歌っすよね。さすが ABEX の。眉毛濃いね今日。そうなんですよ、北海道来てほしい。北海道行きたいな普通に。ザーザー聞こえますが大丈夫です。あーこれエアコンの音かも。後藤くん出ないんですか？後藤くんって誰？ブレイキングダウンの後藤さん。10人2期毎回出してください。いや10人2期は毎回出てきますよ。3日前ぐらいに帰ろうと思ったんだけど雨降ってたからやめた。ファイヤー毎日聞いてます。姫路来ますか？姫路には行かないっすね。北海道マジ普通に行きたいな。海鮮うまいしね。米尾の構成作家ってなんすか？ポーランド？ポーランド強いの？ポーランドどうなんですかね。まあまあ強いんじゃないですか。ウリタさん圧力やばかったですか？何が圧力やばかったですか？ノッコン寺田さんとコラボしないんですか？ああ俺あんま好きじゃないんだよねあの人。なんか勝てる勝てないとか、勝てないことはないんだけど、絶対俺の方が強いんだけど、なんか売り出し方が好きじゃないんだよ。なんか腹黒さを感じる。そういう人とはなんかあんまやりたくないから。であとやるんだったらマジでライジンのオープンフィンガーでガチのスパーリングだったらやってもいいけど。松葉くん強いのかな。松葉くんはどうなんだろうね。格闘技経験ないっつってたから。庄司さん大変でした。大変でしたね庄司さんね。男気あったね。あそこで勝ってたらすごかったよ。スーパースターだよ。白石麻衣とコラボして、マイヤン？マイヤンコラボか。いや、マイヤンとかね、バッサーとかね、あの辺の人とコラボすると良くないと思いますよ。炎上しますよ、俺が。伊原くんの今日の動画見ましたか？いや、見てないっす。ノンタイトルマジ面白いでしょ？あと、なんだかんだ3話っすからね。あと3話で、まあでも実際はもうなんていうの、結果が出てるんで、現実世界ではもうラストはすごいっすよ。ノッコンがボッコンボッコンになるとこみたい。なんか普通になんか眼下低骨折とか歯折れたりすると思いますよ普通に。オープンフィンガーでガチでやったら。でもなんか16とかでやったら KO できないと思う。